ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日は新しく追加されたスキルを検証していきたいと思います。今日検証するスキルはこれ、ロケットマンですね。ダッシュ中徐々に移動速度が上昇する。最高速度はスキルレベルが高いほど速くなるというスキルですね。あるとなしではどれぐらいの速さが変わるんでしょうか。では見てみましょう。それでは検証していきたいと思います。検証する場所はシャボンディ諸島、ここで走りたいと思います。スタートがね、ここです。ここスタートで、ゴールがこの奥に見えるシャボンディパークってある場所の、噴水の前まで、そこまで走りたいと思います。何秒で行けるか試してみましょう。ではスタートします。行くぞ。これが、スキルロケットマンがついてない状態ですね。まあ、体感ちょっと遅い気はする。うん、なんかずっとロケットマンつけてるんで、これはね、うん、あからさまに遅いかな。編集で時間をつけますね。で、この噴水までです。到着、これぐらいの時間です。はい、これが、スキルロケットマンなしで、走った場合ですね。どれぐらいだったんだろう、ちょっとわかんないですけども。では続いてはロケットマンありで走ってみましょう。それでは続いてスキルありで見ていきましょう。ロケットマンありですね。ではスタート。刻まれた。やっぱ早いよね、確実に。うん、やっぱね、体感で全然違う気がするんだよね。はい、もう到着です。はい、到着。どれぐらい違うんでしょうか。うん、まあまあ編集の時にちょっと時間をねつけてみるんですけども、まあ体感では全然違うと思います。で、実際の数値ではこれぐらい差があります。うん、まあ、ロケットマンつけて戦って、次抜いて戦うとなんかね違和感が残るような感じになるんで、うん、まあ好きな人は好きなスキルではないでしょうか。俺は結構好きなスキルですね。はい、今日は検証こんな感じでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。